スパススクダーリニーの師匠スパススクダリニー。スパススクダリニーは、ロシア極東部、沿海地方の内陸部にある都市。中路国境の半華湖東岸の半華湖沿岸平野に位置する。周囲は平坦で、150メートルから220メートル程度の高さの小高い丘が散在する程度である。 地域を貫いてスパッソフカ川とクレショフカ川が流れ、20km ほど北西で繁華湖に注ぐ。ウラジオストクからは北へ 200km。シベリア鉄道の沿線にあり、ウラジオストクからハバロフスクを経て、モスクワに至る列車がスパッスクダリー駅に停車する。モスクワの終着駅までの距離は 9048km。 シベリア横断道路の一部をなす、ウラジオストクからハバロフスクを結ぶ M60 幹線道路、ウスりリも通っている。人口は2002年国勢調査で5万1691人。1989年ソ連国勢調査では6万60人であった。2009年には4万5402人と減少傾向にある。ヨーロッパロシアからの入植者が、 ハンカコガンのこの地に入植し、スパスコへの集落を築いたのは1885年のことであった。1897年にシベリア鉄道の東端部のウスリー鉄道が開通し、1906年にスパスコへ近くのイエフゲニエフカに駅が開業すると、駅周辺は周囲の物資の集産地として重要になった。1917年には、 スパススコエは死の地位を与えられスパススクと改名した。革命後のロシア内戦期にはスパススク周辺は赤軍と白軍の激しい戦闘の舞台になった。ノコエ山を声にもスパススクの地名が歌われている。1926年にはスパスクはイエフゲニエフカを合併しスパススクダリニーと改名した。地名に極東にあることを意味する。 ダリニーをつけたのは、ソ連国内の他のスパススクと区別するためであった。スパススクダリニーは、石灰岩や粘土や建設用の骨材として使う砂などの資源に恵まれているため、昔から建設用資材の製造が盛んであった。市内の最大の企業は、年間350万トンのセメントを生産する。 JSC スパスクセメント社で1907年から創業しており、セメント工場はハスの花とともに首相にも描かれている。また、スパスクダリ周辺のスパスキー地区は、繁華湖沿岩平野の農業に適した気候もあって、野菜や果物などを多数栽培している。欠片の気候区分では亜寒帯等気象雨気候であり、大陸製の気候である。 冬は寒冷で、1月は最高気温が低く、摂氏10度以下の日が続く。夏は、比較的高温多湿で、降水量も多く最高気温も25度を超える日が多い。周囲には20以上の歴史記念物があるが、その半分以上は、ロシア内戦期に活動した赤軍パルチザンを記念する、ものである。第二次世界大戦に関係する記念碑もある。 市内には19世紀末から20世紀初頭の建物も残る。鉄道駅、1907年に作られた青銅、聖堂、1908年に建てられた貿易会社の建物、1915年に建てられた市販学校などが、その代表的なものである。スパススクダリニーの歴史博物館は、宴会集の自然史に焦点を当てている。ありがとうございます。